どうも、おまとさんでした。ヘアチュロです。前回に引き続き今回もライオンズのシシ飯ですか、自宅で食べれるシシ飯、ベルド飯、早速今日も行きます。ポークカレーでございます。はい、どん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 、はい、非常に美味しそうですどんどんどんはセルフですねはい、じゃあいただきたいと思います。早速今日の一品目ということで、当たり障りないコメントじゃないよねもちろんいただきます。今回はちょっとピリッと効いてます。はい、ピリッと効いてますか。うん、何が効いてますか、何がピリッと効いてるんですか、うん、カレー自体もピリッと効いてますし、このポークの甘めも非常にいいです。このぐらい甘かったら、山川選手もね、常時80本ぐらい打てるんじゃないかなぐらいのこのポークの甘さが来てますね。なるほど、じゃあ伝わらなかったので私もお願いします。ああ、なるほどね、うん、口に入れてすぐは、うん、確かに甘い、うん、そうですよね、けど、うん、甘さの中に、うん、後でちゃんとこう辛みがね、ああ、ピリピリピリって、そうそう、ベロにね、はいですね、この前食ったカレーより美味しいね。あ、本当ですか。この前のは多分、うん、ビーフだったと思うんですけど、うん、なんだこれ、こうポークはちょっと甘みがあるんですかね。これ美味しいわ、うん、レトルトの臭みあんまない、うん、あ、そうなんですね、うん、レトルトってみんななんかちょっと臭いんだけど、はい、その匂いがそんなないこれ。へえ、そうなんだ、うん、初めて知った普通に何も考えずにレトルトカレー食ってましたよ俺臭みあるんすね。考えるんじゃない、感じるんだよなんかこれ若獅子寮、そのライオンズの選手たちが実際食べてるらしいですよ。そうなんだ、これはうまいよ、うん、これはね、人におすすめできるね。ああ、本当ですか。もう私、西武ファンです、うん、こんなもん食べてますと、はい、一人プレゼントしたら、西武ファンってこんな美味しいカレー食ってんの、ここでも素晴らしい食レポ来ましたね。美味しい。じゃあ分かりました、ヒット、ツーベース、スリーベース、ホームラン、どれでしょう。エンタイトルツーベース。エンタイトルツーベースかちょっとオプションがある。ホームランかと思いきやっちゃう。あー、違うんですね。ワンバンで入ってたね。あー、そうですか、うん、なるほど。まあでもそこまで簡単に、まあ、ホームランが出ないぞということですね。そうだね。ああ、ただまあお店でもしこれ作ってたらもう流行ってるよ。ああ、このお店は。そっか、うん、逆にレトルトでこれだけエンタイトルツーベースの味が出せればよかったな、よかったなと。なるほど、よかったな、好きやと。カレー売ってんじゃん。ああ、あ、ここ、ここ、なるほど。だからライオンズのこれが世に出回らなくてよかったなと。ああ、なるほどなるほど、そっかそっか。球場行って食ってみろ、うん、ぬるいからみたいなダメやダメやいや、わかるんです。でもカレーはほら実際食べてないじゃないですか。現地行ってカレー出されたらあったかいかもしれないです。お店出されたらそれはね、ないと思うないかー、ないのかー。それはね、ないと思う。きっとぬるいと思う。ああ、そうですか。ですから、そんなことないよという方いらっしゃったらあとコメントください。チキンカレー、まさかの2品連続カレーということで。さっきまで飲んでたから、ね、あ、トモさん、午前様だったということで、今日は飲まれてたということで、今2杯目だからもう重いけどねいただきます。はい、あ、あ、やっぱフォークとちょっと違ういや、同じだったらまずいでしょうん、あ、やっぱりすごい、なんかちょっと違いますやっぱりすごい、ちょっと違いますか。はい、鶏の味がやっぱりちょっとするかもしれないですね。ちょっと困るんですよあー、あ、チキンですね。あの、なんでしょう、はい、鶏鍋を思い出すな。鶏鍋、鶏鍋を、鶏鍋、鶏鍋っていうピッチャーがいたんですよ、ライオンズに。はい、それはあの名前だけじゃなくて名前だけです。鳥矢部選手は、はい、後からなんかこうピリッとなんかくるよなんか、いや、鳥矢部選手はそういう選手、ね、あの、そういうピ、あの、正直あんま結果出せなかった選手だそれはねあ、でも僕は僕の方が好きです
ボロボロ食レポがボロボロですけど味の感想一つもない、うん、あーやっぱチキンです、あーやっぱ鶏です、そりゃそうダメなんですって、もう俺もう舌がバカなんですから何食ってもうまいって言っちゃうんですよ僕だってうまいんだもんな、はい、食べてみますと、うん、こっちの方が、はい、鶏の方が、はい、甘い、辛くない、あ、辛くないですか、辛くない、へぇ辛いのはね、多分ね、じゃあ気のせいだと思う、気のせいでした、俺、おかしいな、若干甘いと思う、フォークより、これ、あれだね、子供いる人は家族で食べやすいのはこっちだね。ああ、そうなんですね。こっちの方が食べやすい。鶏肉も、はい、加工肉感がないあ、加工されてる感がない、うん、なるほど。これはヒット、ツーベース、スリーベース、ホームラン、どれですか。ピッチャー返し、ピッチャー返しあ、でもまあヒットはヒットってことですかね。そうだね。ああ、よかったよかった。大人は多分、はい、ポーク。ああ。なるほど。どっちかさ。担々麺になります。若獅子担々麺。いただきます。うん。あ、麺がもちもちしてます。麺がもちもちしてて。うん。これピリッとするのかなと思いきや、結構クリーミーで甘い感じがしますね。今までね、ちゃんと一番まとめ、うん、それっぽいこと言えてるんじゃないでしょうか。うん、あ、でもピリッと感もあるな。待てよ、この麺のもちもち加減、誰だろうな、このもちもち感、もちもち、いや、ムチムチとでも言いましょうか。今来るす成り行きを思い出しますね。はい、どちら様これも元ライオンズの選手でして、この選手も、正直その選手としては成績は、あ、もう大丈夫じゃあ、ともさん食べてくださいいただきます。あー、なるほどなるほど、結構しっかりごま、あ、ごまかえ、なんかくるみかなんかだと思ってたの。いやそうですね、これごまですよね。ごまだね、ごまだ、うん、ごまって書いてました、これごまペーストって書いてました、僕、あの、一個ですか、僕、担々麺食うと、大体蚊に入っちゃうんですよね。何なんですか、これ。蚊に入っちゃうんだよな、担々麺食うと。香辛病ですか、なんかわかんないですよ。敏感なんだね。もちもちは。これ、合うね、麺と。合いますね、うん、こう、クリーミーな感じと。いやー、これ、ビール飲みたくなっちゃうな。そうだね。てか、まあ、飲んだ後の方がいいんじゃない？うん、確かに。あー、これはでも、飲んだ後でも飲みながらでも、これ、いけるな、ビール。そうだね。辛さもね、うん、ほんとピリッとな感じで、はい、もうひき肉ですか、うん、いや、いいですね、欲しいね。でもひき肉もうちょっとゴロゴロしててもいいかな。あー、なるほど、遠慮がちな、遠慮がちですか、うん、まあそこはコストの問題もあるんでしょうけど勘のことは言うんだねやっぱね、ちょっとでもあのライオンズはそのお財布事情厳しいんで、うん、そういったやっぱりこう担々麺のひき肉からちょっとでも、うんコストカット、コストカットしていかないとダメだよやっぱり選手、ね、残留、遺留になるほどなるほど、うん、このひき肉のちょっとこのグラムでね、グラムがちょっと削ることにより、ね、森友哉が残留してくれるかもしれないし、ファイターズの近藤健介が取れるかもしれないという、それはね、こっからは聞くも涙、語るも涙そういうこと、そうそう、そういうことです、やめよ、はい、いや、美味しいわ、美味しいですよねこれはヒットとツーベース、どれでしょう。まあ俺、お酒飲んだ後だからね、あ、まあ、まさにスリーベース行きかけて、はい、あ、やべえ、もう球来ちゃってるあ、じゃあ三塁に球来ちゃってる、やべえ、どうしよう、戻んないと挟まれた結果、ギリギリ、はい、なんとか三塁行った人、ね、ああ、じゃあまあスリーベースですね、うん、ギリギリのスリーベース、うん、お前危なっかしい走塁してんじゃないよみたいな、うん、スリーベース、なるほど、まあもうでもカッコ飲酒後だからね飲酒後のね、飲酒後度だから確かにこれお酒ちょっとバクってる感じある、お酒前だと、はい、あーツーベースだったかな、綺麗、綺麗に打ったねみたいな、いいとこ落ちたね、若獅子担々麺はギリスリーベースということでカッコ飲酒後、うん、ありがとうございます。サムゲダンフースープ、はい、
あれですよ、これ泡があった方がこのライオンズに酔ってますが見えやすいんで、いただきます。はい。あ、うまい。あ、合うな、これは。合うね。合います、完全に合う、うん、これはスリーベース。おお。これ普通に本当に美味しい。おお、よかった。じゃあ中島聡よりか伊藤勤派ってことですね。清原清原キャッチやりませんから。君が勝利の女神さ。